こんにちは、松本直之です。今回はサイト構築に必要なのはパソコンスキルではなく情報発信力という話をしていきます。農家の方に結構多いんですけれども、アナログ思考、自然の中で植物と触れ合って動物と触れ合って仕事をしたいということで、アナログ思考の方結構いらっしゃるんですね。で、今世の中っていうのはデジタルがもう本当に浸透してきてて、インターネットに代表されるんですが、インターネットを中心にデジタルのものが本当に浸透してきてます。もう進化してきてます。で、これからも先、この先ずっとどんどん生活の中にデジタルのものって入ってくると思うんですけれども、そんな時に農家だから自然に触れ合ってる仕事だからデジタルはちょっととか、パソコン苦手、コンピューター苦手とかって言ってるのはちょっと時代に取り残されるんじゃないかなっていうような危機感がありますね。で、特に農家の中でも販売農家、農協とか契約栽培していてどこどこに卸してますっていうような販売のことをあんまり気にしなくてもいい農家っていうのは、インターネットを使ってとかっていうのはあまり考えないんですが、自分の商品を自分で売っていく、いわゆる販売農家って言われてる農家っていうのはやっぱり販売の能力、営業とか集客っていうことを意識しないといけなくて、その時にインターネットの活用っていうのはこれから先欠かせない存在になっていくと思うんですね。で、そんな時に農家が、うちもホームページ作らなきゃいけないって思ったとして、実際じゃあ作る時にどうなるかっていうと、まず真っ先に思うのがなんか難しそうだなっていうことなんですよ。ちょっと難しくて手出しづらいなって思っちゃうんですね。で、実際に例えば HTML っていう言語を使って、コンピューター言語を使ってサイトを作んなきゃいけないとか、ホームページ作ってもらうにもお金かかるんでしょうとかっていうふうに選択肢あるんだけども、いや、どれもちょっとハードル高いよねって思っちゃうんですね。で、これですね、実際は大きな勘違いなんですよ。ホームページを作ること自体はそんなに難しくないんですね。実際は もちろんコンピューター苦手な方、苦手意識を持たれている方にとっては少しハードル高いかもしれないですけれども、思っている以上に高いっていうことはないです。思っている以上に低いです、ハードルっていうのは。実際今ホームページを作るっていうと HTML のようなコンピューター言語を使う人っていうのはもう素人レベルではほとんどいませんし、実際そのホームページ作成ソフトみたいなものは世の中に今たくさんあるんですね。便利なもの、ちゃちゃっとポチポチポチってクリックしていくだけでデザインのすごく綺麗なホームページ作ることできます。で、それすらも苦手っていう方であればブログを活用すればいいと思うんですよ。ブログであればもうそういうブログサービスに登録をするだけで自分のページ、サイトを持つことができます。で、それもちょっとっていうんであれば、お金をかけてホームページ作成業者に依頼しちゃえばいいんですよ。ホームページ作ってくださいって依頼しちゃったらいいんですよ。だから、よっぽどパソコンが苦手、こういうレベルでキーボードを打つとか、もうパソコンの前座りたくないわっていう人はもうどうしようもないですけれども、そうじゃない一般レベルで普通に生活している方であればホームページを作ること自体は難しいことではないんですよ。じゃあ何が難しいかっていうと、そのホームページっていう箱を作ることではなくて、その箱の中に何を詰め込むかっていうところが本当は難しいんですね。で、その要はホームページを作った後にどんな文章をそこに書いていくかっていう話なんですけれども、簡単に言うと、
そのホームページに訪れてほしい人、要は来てほしいお客さんに対してどんな言葉で自分の考えとか思いを文章にして分かりやすく伝えていくかっていうことなんですけれども、一言で言っちゃうともうそういうことなんですよ。ただこれが結構難しいんですよ。自分の思い考えを、頭の中にあるものを文章にしていく、言葉にしていくっていうところが非常に難しくて、これやってみると分かるんですけども、なかなかうまくいかないんですよ。で、おそらく農家っていうのはその辺苦手な方だと思います、全体として見れば。で、これじゃあスキルを、その文章を書くスキルを向上させていくにはどうしたらいいかっていうと、もう本当に書くしかないんですね。書いて経験を積んでいくしかないんですよ。とにかく情報を発信する能力、文章力を上げていくっていうことが、ホームページっていう箱を作ることよりも難しいっていうことに気づいてほしいんですね。ホームページやっぱりあった方がいいと思いますし、ホームページを作ること自体は難しいことではありませんけれども、そのHTML の勉強してプログラム打ってホームページを作るっていう、そんな時間があるんだったら、文章を書く勉強、自分の考えを言葉にして形にして分かりやすく伝えていくっていう方に時間を使った方が、最終的にはお客さんを呼び込むっていうところにつながってくると思いますので、ホームページもし作ろうかなって思われる方は、中身の充実に力を入れてみてください。参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。